プロボクシング、井上直也が意気込み、歴史的な試合になると思う。2023年12月24日、26日に行われる、プロボクシング、スーパーバンタム級の世界タイトルマッチで、史上2人目となる2階級での4団体王座統一に挑む、井上直也選手が記者会見し、歴史的な試合になると思うので、見届けてほしいと意気込みを話しました。 WBC、世界ボクシング協議会と WBO、世界ボクシング機構のスーパーバンタム級の2団体統一チャンピオンである、井上選手は WBA、世界ボクシング協会、IBF、国際ボクシング連盟の同じ階級の2団体統一チャンピオンである、フィリピンのマーロン・タパレス選手と26日に都内で4団体王座統一戦を行います。 去年、バンタム級で4団体統一を果たし、今回の試合で、史上2人目となる2階級での快挙に挑む井上選手は24日、横浜市内のホテルで、タパレス選手と共に記者会見しました。この中で、井上選手は、コンディションは抜かりなく仕上げてきた。無事に試合が行えるので、楽しみでいっぱいだと心境を話しました。その上で、タパレスも勇敢なファイターなので、面白い試合になる。 歴史的な試合になると思うので、2階級で4団体を統一する姿を見届けてほしいと意気込みを示していました。一方、フィリピンの選手で初めてとなる4団体王座統一を目指したパレス選手は、コンディションは非常に良く準備万端だ。フィリピンにとって歴史的な勝利になるので、勝てるように頑張ると話していました。